ちむちむチャンネルです。今回は5月にグランドオープンしたばかりの道の駅魚沼をご紹介します。国道沿いに看板もできたばかりで気になっていた方も多いのではないでしょうか。これから皆さんに中を全部お見せしたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツちむ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 チャンネル。じゃあ入ってきましょう。入ってきましょう。広いですね。こんにちは。いらっしゃいませ。駅長、はい、グランドオープンおめでとうございます。ありがとうございます。おかげさまで無事オープンできました、はい、よかったです、ね、ありがとうございます、はい、町の駅上野がざっくりとどういう施設なんでしょうか、はい、観光施設であるんですが、うん、地元の人たちも楽しめるようなそういう施設を目指してですね、頑張ってます、はい、主に、農産物がこれから徐々にですね出てきますので、うん、それを中心しながら、あとは皆さん方からお店の方が出していただいた特産品とかをね、一生懸命売っていきたいなと思ってます。そんな店です、はい、売り場と、あと気になるのが、こちらのお花と、はい、花のプロの方がいらっしゃってますんで、その方がレイアウトしながら店舗設計してますが、この辺の道の駅の花屋さんとちょっと違った雰囲気で、町のお花屋さんということでやってもらってます、はいはい、でようやくこう地元のね、ユリがこう出てきましたので、本当これ可愛いでしょ。え、なんか、ね、ちっちゃい、はい、LA のちっちゃいユリで、はい、ようやくが出てきました。他にもね、カフェがあったりだとか、はいはいはい、観光インフォメーションの、ね、コーナーもあるそうですので、はいはい、この後詳しく見ていきたいと思います、はいはい、お願いします。はい、ちむちむチャンネル。パンとおにぎり、大人気のおにぎり、コシヒカリのおにぎりで塩おにぎりネギ味噌のセット、これいいですよ ね、 いいすね、手軽に。私毎朝ここでおにぎり買おうかな朝ごはんで、パンも市内のお店のパン屋さんのパンらしいです。え、すごくない？あ、お酒も売ってるんですね。地元のものだけでなく、こういうのも置いてあるのいいですよね。そうですね、本当に量がすごいんよもつのコーナーです。魚沼といえばもつ、食べ過ぎ禁物です。いろんな市内のお店さんのもつが並んでいる。ボイルもつ、あ、毎回登場している金ちゃんハム必ずある金ちゃんハムで、冷凍用の生もつもあるんですけど、今日そのまま今日夜焼くんだって人用のこちらのもつ、味付けついてるもつもあります。なんかこういうさ、いっぱいあるところってみんなさ、全く知らないメーカーさんのものなのに、どこもかしこも見たことあるみたいな。確かにすごいすごいですよ。オールスター勢ぞろいですよ。こちらお菓子、ここもすごいよ。本高砂屋さん、大悟菓子舗さん、丸美屋さん、幹線堂さん、俵屋さん。私が気になっているのはこれ、魚沼コシヒカリまんじゅう尾瀬三郎物語。この4月に新しくできた新商品。お菓子も買えちゃう。お菓子も買えちゃう。魚沼といえば、はい、魚沼さんコシヒカリでございます。サイズ感結構いろいろあるんですね。ね、なんか駅長もさっき言ってたけどさ、観光スポットでありって言ってたから、ちょっとお土産用とかにも小さいサイズがあるんですね、うん、いいよね、このくらいだとさ、本当にお土産、ちょっと魚沼さんコシヒカリ買ってきたよ、ちょーんみたいな、ちょーん聞いたことない。お米の麺、なんかフォーみたいな感じですかね。あー、そっかそっかそっか。あ、ここにほらレシピがある。これ魚沼米国さんが作ってるんだ。すごいね、みんなやっぱ魚沼だ、うん、そりゃそうか。でも初めて見ましたね。ね、こんなのあるんだ。真っ白。あ、かわいい雑貨がある。おー、ね、これはいいね。こういう場所の雑貨はいいっすよね。いいよね。え、かわいい。かわいいっすね。ね、このサイズ感あんまないかも。600円だって安くない？安い。米袋バッグも。米袋ってすごい頑丈だからさ、結構いい仕事するよ、うん、そしてぐるっと回って、お、レスキューフーズがある。災害食、あ、こういうの売ってるんですね。ね、ホリカフーズさんのレスキューフーズ、確か過去の動画にホリカフーズさんのレスキューフーズ紹介している動画が
あったので、まだ見てない方ぜひ見てみてください。災害時にとっても助かるレスキューフーズです。初めて見る商品が本当に結構多いですね。そうなんですよね、私たち全然知らなかったね。本当に本当にそうだ。そしてここお花のコーナー、ユリだけじゃないんですね。ユリだけじゃない、すごい、めちゃくちゃおしゃれじゃない。以上でございます、はい、売り場は盛りだくさんです、ね、盛りだくさん。ちむちむチャンネル、お腹空いたんで早速こちら農カフェリリーさんでランチをいただこうかなと思います。千とどんなメニューありますか。結構たくさんありますよ。ランチメニューが魚沼産コシヒカリ一等米おにぎりプレート、ローストポーク丼、リリー特製カレー、栄養満点ゆきんこプレート。ドリンク類も結構あるんですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。おいしそう。端っこにします。みんな最高じゃない。最高っすね。すごいよこの青空の下、青空給食。もう食べてないのにもう幸せなんだけど。いただきます。間違いない。結構このおかずもちゃんとなんか種類いっぱい載ってますね。うん、いいよね、このおにぎりだけじゃなくてさ、ちょっとした、うん、山菜もある、うん、ノーカフェリリーの人気ドリンクをいただきます。国産レモンを使用したレモネード、レモンスカッシュ、これからの時期にぴったりのドリンクです。はい、ありがとうございます。さらに夏に向けてレモンスカッシュフロートも登場したということで、街の駅にお越しの際はぜひノーカフェリリーもお楽しみください。ちむちむチャンネル、魚沼の特産品を探しに、旅行の休憩時間に、日常のお買い物にも、いろいろな楽しみ方ができる町の駅魚沼。営業時間はご覧の通りです。インフォメーションコーナーや公衆電話もあります。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。